アウトプット大全。本日は精神科医樺沢紫苑さんの大ベストセラーアウトプット大全を要約していきます。本日のお白書きはこちらです。それぞれポイントを絞って分かりやすく解説していきます。では早速ホームルームから参りましょう。ホームルーム。アウトプットとは、アウトプットとは脳内の情報を外界に出力することです。具体的に言えば話す、書く、行動することです。では次に一元。アウトプットがなぜ大事なのか。それは脳の仕組み上、アウトプットしないと記憶に残らないからです。アウトプットすることで初めて、情報は海馬から側頭葉へと移動し、長期記憶されるのが脳の仕組みなのです。樺沢先生は本をたくさん読み、セミナーを受講したりして、たくさんインプットしているサラリーマンは多いが、彼らは決定的なところで間違っていると主張します。彼らはほとんどアウトプットしていないのです。アウトプットしないため、記憶に残らず、自己成長もできず、時間を無駄にしているとのことです。月に本を10冊読んで、全くアウトプットしない人と、月に3冊読んで、しっかり読んだ本の内容をアウトプットする人だと、月3冊の人の方が圧倒的に成長します。インプットしても、アウトプットしないならば、意味がないと樺沢先生は断言しております。アウトプットしないと、記憶に残らないというのがピンとこない人は、あなたの受験時代を思い出してみてください。教科書をただ読むだけのインプット中心の勉強では知識は覚えにくかったはずです。皆さんは問題集を解いていたはずです。実はこれがアウトプットに相当します。持っている知識を使って問題を実際に解くというアウトプットの勉強をして初めて知識が身につき、使える形で知識は定着するのです。情報をインプットしただけでは目の前の現実は1ミリも変わりません。アウトプットしてください。得た知識を実際にアウトプットする、すなわち行動して初めて目の前の現実が変わるのです。では次2限です。どれぐらいアウトプットすればよいのか。答えは2週間に3回です。2週間に3回学んだ内容を人に話したり SNS に書いたり、実際に行動してください。2週間に3回使った情報は脳が重要だと判断し、長期記憶として定着します。またインプットとアウトプットの割合は3対7が黄金比です。大抵の人はインプットとアウトプットの割合は9対1で、インプットに偏った生活をしています。ぜひアウトプットに偏った学習を目指しましょう。では次に3限です。具体的にどうやってアウトプットしたらよいのか。答えは3つあります。1、読んだ本やセミナーの内容を友人や家族に話す。2、とにかく書きまくる。3、行動する。この3つの方法でアウトプットしていきましょう。それぞれ具体的に解説していきます。まず1番についてです。読んだ本の内容やセミナーの内容を家族や友人に話しましょう。話すことは最も手軽なアウトプットです。例えば読んだ本の感想を2週間以内に3回誰かに話せば、長期記憶の条件を満たすことができます。ただ感想を話すだけでも脳は活性化し、記憶の定着に大きく貢献することが分かっているので大丈夫です。まずこのシンプルな方法を試してみましょう。では次、とにかく書きまくる。そして慣れてきたらとにかく書きまくりましょう。ポイントは、とにかく覚えたいような大事な内容は書いて書いて書きまくること。それだけで脳幹毛様体不活系という領域が刺激され、記憶に刻まれます。本を読みながら大事なところに線を引いたり、思ったことを本に直接書き込むのも OK です。また SNS に書きまくるのも素晴らしい選択です。 SNS に読んだ本の感想やセミナーで印象深かったところを書きまくりましょう。 SNS が恥ずかしければ日記を書くのも OK です。もちろん意識が高い人はもう一段進んでブログを書くのも OK です。ブログを書けば嫌でも記憶に残るでしょう。では3つ目、行動する。そして書くことに慣れてきたら実際に行動してみましょう。これは最も大事なアウトプットです。せっかくいい本を読んでも、いいセミナーを聞いても、読みっぱなし聞きっぱなしでは記憶に残らず意味がありません。例えば運動の本を読んだなら、へえ、有酸素運動には週に2回するのがいいのかで終わるのではなくて、実際に週2回やってみる。得た知識を生活に落とし込んで馴染ませてみる。例えばこの動画を見てアウトプットの重要性に気づいたら、実際にその後コメント欄に感想を書いて自分なりのアウトプットをしてみる。このように行動することこそ最大のアウトプットで、記憶力アップに最も効果的な方法なのです。ぜひコメントをお待ちしております。これまでインプットしたことをアウトプットするのが大切で、その具体的な方法についても語ってきました。では最後、予言です。もう一段上に行きたい人へ、フィードバックとは何か。回答、アウトプットした結果を見返したり、反省点を挙げたり、失敗した原因、成功した原因を分析したりして、次のインプットにつなげることです。わかりにくいですね。例えば、
YouTube を投稿するというアウトプットをしたが再生数が伸びない。なぜか原因を分析したら声が小さいことに気づいた。だから次は音量を上げて動画を撮ってみようというふうに前のアウトプットを次に生かすことをフィードバックと言います。そして最も効果的なフィードバックは人に教えてもらうことです。身近な先生や専門家、プロの人に自分のアウトプットを見てもらい、それに対して適切なアドバイスをもらえるのがベストです。例えば YouTube にアウトプットした動画に対してプロの YouTuber にアドバイスをもらえれば改善点も明確になり、前のアウトプットが次に活かせるようになるわけです。では本日のハイライトです。まずホームルームでアウトプットとは脳の中の情報を外界に出力すること、具体的に言えば話す、書く、行動することだと学びました。次に一元で脳の仕組み上アウトプットしないと記憶に残らないからアウトプットが大切なのだと学びました。続いて二元で2週間に3回アウトプットすれば長期記憶として定着すると学びました。さらに3限でアウトプットの具体的方法が本やセミナーの内容を友人や家族に話す、とにかく書きまくる、行動することであると学びました。最後に4限でフィードバックとはアウトプットした結果を材料にして次のインプットやアウトプットに生かすことだと学びました。最も効果的なフィードバックはプロや専門家の方にアドバイスをもらうことだということも学びました。では本日は以上になります。ぜひこの動画を見終わったらコメント欄にコメントをしてみてください。昨日読んだ本の内容についてツイッターで書いてみてください。アウトプットしてください。それが知識を記憶に刻み込むために最も効果的な方法なのです。この動画がためになった人はぜひポチッとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。